はい、いつもご視聴ありがとうございます。今日もですね、釣りにやってまいりました。今日はこちらのフィールドでですね、タチウオがどうも今の時期ね、来るらしいんで、ちょっとタチウオ狙いで今日は頑張っていきます。はい、ここはね、今河口なんですけども、こんな感じでスズッと海の方に向かって堤防がぐーっと伸びてまして、で、あのね、先っちょの方がかなり潮の流れがいいみたいで、結構回遊魚がですね、泳いでくるらしいです。で、今の時期ね、あのメタルジグなんかでタチウオがね、結構かかるっていう場所らしいので、ちょっとあの先っちょの方まで行ってね、メタルジグ投げ込んでみたいと思います。まあでもね、ここテトラ帯があるからね、正直こことかね、根魚釣りしたら面白そうなんだけどね。まあでも根魚釣りしちゃうとね、もう多分根魚しか釣らなくなっちゃうからね、まずはちょっとタチウオ狙いでメタルジグですね、頑張ってみたいと思います。やっぱハードルアーで釣りたいですね。今ね、堤防の先に向かって歩いてます。まあ、こんな感じでね、海に面していて、で、結構ね、やっぱ見てるとみんなジギングしてますね。まあここね、足場もいいし、安心してジギングができそうですね。はい、じゃあね、ちょっとここらで始めていきたいと思います。なんかね、確かここ夕方ぐらいのね、夕末の時間とかが結構暑いよって話だったんで、まあね、ちょっとまだ夕末までは1時間ぐらいあるので、まあのんびりね、やっていこうと思います。はい、なんでね、今日はこのためにね、もうダイソーでね、なくなってもいい、ルアーしっかり買い込んできたんでね、このダイソールアーでやっていこうと思います。今日ね、一応網持ってきたんだけどね、これ完全にこれ持ってくる網をね、間違えたね。ここね、結構高さがあるからね、ね、こんな感じなんで、もうね、網がね、あの長さじゃ全く役に立たないね。やっぱこういうのはちゃんと調べとかなあかんよね。タチウオはね、牙がやばいらしいので、一応今日魚つかみとね、プライヤーを持ってきました。はい、じゃあこちらのね、ダイソールはまずこちらで頑張っていきたいと思います。はい、そして案の定といいますか、当たりも何もないままですね、日暮れを迎えました。そしてですね、なんとこの日が暮れたぐらいのタイミングで、周りの人がですね、タチウオを釣り上げ始めたんですね。はい、すいません、ちょっとここのところね、周りに釣り人がいたので、なんかあんまりね、大きな声でこう喋ってるわけにもいかなかったので、ちょっと後付けで話してるんですけども、周りでですね、どんどんタチウオが上がってるのに、僕だけですね、全然釣れないという状況が今続いております。はい、そしてついに僕も念願のタチウオを釣り上げることができました。周りに釣り人がいるので控えめに喜んでますが、めっちゃ嬉しかったです。やりました、ダイソールアーでタチウオを釣れました。初ハードルアーの魚です。そして初タチウオです。やりました。はい、僕ね、これまであのバス釣りとかね、やったりとか、まあ、結構ね、いろんな釣りはしてきたんですけども、ハードルアーで釣ったのね、本当にこれが初めてでね、めちゃくちゃ嬉しかったです。はい、でこのね、釣ったタチウオはね、当然美味しくいただくつもりだったので、血抜きをしようと思ったんですけども、なんとですね、ナイフがないということに気づいてしまいました。しゃあないんで、ちょっと血抜きは諦めて、このビニール袋にね、タチウオを入れておこうと思います。ここね、やばい、今の時間ね、タチウオめっちゃ釣れるからね、ちょっとね、釣れるだけ釣ってやろうかなと思います。実はですね、こうしてる間にも周りではパン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 タチウオがね、釣れてまして、もう今ね、やばい、早く本気に釣らなきゃ、かなり焦ってる状況です。
はい、そしてですね、早く釣らなきゃと焦るあまりですね、カメラのですね、電源を切り忘れてしまいまして、なんとですね、この後2匹目を釣ったんですけども、その時にもうカメラのバッテリーが切れちゃって、釣れた瞬間をね、取り逃すという最悪な失態を犯してしまいました。で結局ですね、2匹目を釣ったところで、糸を切るハサミでですね、ちょっとなんとか強引に血抜きをして、海にですね、血抜きのために、まあ、タチウオを2匹ですね、沈めておいて、で、今それをですね、回収しているという感じです。はい、結局ね、今日はこれね、タチウオをね、2匹釣れました。実はね、2匹釣ってたんですけどね、2匹目釣った時に、カメラ回したと思ったらね、なんと回ってなくて。で、2匹釣って、で、結局ね、ナイフがなかったんで、この糸切りバサミでね、まあ、しゃあないんでちょっと血抜きしてました。まあちょっとね仕方ないんでこの糸切りバサミで腹出して頭を落として持って帰ろうと思います。なんとナイフがありました。この手袋の中に隠れてました。なんだよ。はい、今ね車に向かって歩いております。いやでもね、初めてハードルバーでね魚釣ったね。いやめちゃくちゃ楽しかった。なんかやっぱハードルバーだとねでかいやつしか来ないからさ、ワクワクするよね。はい、というわけでね車の方に戻ってきました。じゃあね今からちょっとタチウオくんをねいただいていきたいと思うんですけど、ちょっと必要最低限のねちょっと処理しかできなかったので、ちょっとこちらの方でねまたちょっとお水できちんとまず洗ってあげようかなと思います。ちょっと一応ね腹とかは出したんだけど、まあ一応ちゃんとねお水で綺麗に洗ってあげようかなと思います。タチウオね鱗がねないからすごくねさばきやすいらしいですね。僕タチウオこれさばくの初めてです。ほんと鱗ないねこの子ね。というわけでちょっとねまだ全然内臓が出し切れてないですねこれ。はい、こんな感じでね、お、すごい簡単だ。タチウオ、これすごい簡単におろせますね、これ。あ、これめちゃ簡単。すいませんね、ちょっと僕の手で見づらいと思うんですけど、ちょっとこの体勢が一番、しまった、失敗した。落ちちゃった。はい、こっちのタチウオをね、塩焼きにしようと思ってたんですけど、ちょっと魚を焼くね、やつね、あれね、ちょっと忘れちゃいました。お家に置いてきちゃった。ちょっと今日魚が焼けないんで、しゃあないんでね、こっちも刺身でいただきたいと思います。はい、というわけでね、見た目はね、まあ、少し、いや、かなり残念ですけども、タチウオの炙りが完成しました。ちょっとね、手ね、すごいこれね、洗ってもね、すごい絵の具の銀色をね、みたいになんかちょっとやっぱ手がね、銀色がね、すごいつくね、タチウオ。はい、まずね、ちょっと何もつけずに一回食べてみようかな。では、いただきます。あ、もう臭みもなくてね、全然美味しいわ。これ手もね、銀色めっちゃついたんだけど、全然臭くないんだよね。
本当に臭みがなくてね、ここのタチウオめっちゃうまいわ。やっぱ旨味もね、すごい持ってるね。なんでこれ多分醤油つけるとね、その旨味がね、すごくこう爆発するんではないかと思います。はい、醤油つけの。よいしょ。はい、ちょっとわさびもね、ちょっとこうつけちゃって。では醤油とね、わさびでいただいたらどうなるんでしょうか。めっちゃうまい。やば。これはうまい。いや、見た目残念ですけど、これめちゃうまいっすね。うまっ。タチウオね、塩焼きしか食べたことなくて、この刺身食べるの初めてですけど、これめちゃくちゃうまい。しかもね、あの皮もやっぱ炙ってるからね、もう全然気にならない。いやー、これうまいな。やっぱ鮮度いいからね、もう全然臭みないし、だしね、多分こう皮目にね、多分旨味があるんだよね。ちょっと炙ってもよかったかな。結構ね、炙りしっかり入ってるやつやっぱね、香ばしさもあってね、すごく美味しい。タチウオのね、持ってる旨味がね、この醤油をつけることによってね、本当に何倍にも膨れ上がって、そして歯ごたえも良くて、めちゃくちゃうまいです。でもタチウオね、初めてさばいたけどね、ほんとでも、ほんとさばきやすいね。まあちょっとね、下手くそだからこんな残念な格好だけど。本当にすごい単純な構造をしてて、すごいさばきやすい魚ですね。それでこんな美味しいんだからね。そりゃみんな釣るよ。やっぱ鱗持ってないってのがね、鱗かかなくていいしね。唯一の欠点がやっぱこの銀色ですよね。これもめちゃくちゃね、絵の具塗ったみたいに銀色がね、凄まじいからね。まあこの銀色がね、なんか鮮度がいい証らしいんですけども、まあでも、これやっぱね、車の中でちょっと捌くと、さすがにね、銀色がすごいなってちょっと気になっちゃいますね。よし。はい。よし。はい。ごちそうさまでした。はい。そしたらね、今日ね、タチウオをね、ちょっと残念ながら2匹しか、まあ、釣れなかったんですけども、どうもね、皆さん、ルアーのね、なんか、まあ、結構、ラインのこう、ルアーの近い先っちょの方に、ケミホタルつけて釣ってたので、多分ね、あれが釣れる秘訣なのかなと思いました。なんでね、明日もね、またここでリベンジしてもいいかなと思ったんですけども、明日はね、ちょっとまた違う場所で釣りたいなと思うので、はい、というわけでね、ちょっと別のポイントに移動してきました。ここもね、結構ね、潮通りが良くてね、潮通りだね、結構青物がね、回遊してくるみたいなので、今日はね、ちょっとここで車中泊をして、明日朝まず頑張ってみたいなと思います。はい、ではね、今日はこちらで車中泊をして、明日の朝まず目頑張りたいと思います。おやすみなさい。はい、おはようございます。今ね、朝4時ぐらいなんですけども、ちょっとね、眠たいですけども、朝まずに行きたいと思います。っていうかね、昨日ね、夜ね、全然車いなかったんだけどね、なんかもうすごいんだよね、どんどん他のね、車がね、もう入ってきててね、まあ、その車の音でちょっと目覚めたっていうのもあるんですけど、やっぱね、みんなすごいね、朝まず狙ってくるんだね。はい、ちょっとね、お腹空いたんで、朝ごはんにしたいと思います。はい、本日のね、モーニングコーヒーはこちら、ネスカフェゴールドブレンドですね。こちらでちょっと朝のコーヒーをいただきたいと思います。というかね、なんかね、このね、ちょっとね、ルアー投げたんだけど、やっぱすごいやってて思うのがね、こんな暗い時間にね、ルアー投げててさ、魚、ルアー見えるんかなっていう、ね、タチウオ釣った時もさ、タチウオも地元の人とかキミホタルつけててさ、それで釣ってたんだよね。
だからね、うわなんかさ、匂いも何にもないんだからさ、こんな暗い時間になっててもさ、意味ないんじゃないかなとちょっとね、思ったのと、あとまあ単純にすごくお腹が空いたっていうのと、あとなんかね、周りのね、地元の人もさ、まあ地元の人かわかんないですけど、なんかね、こう何もせずにただ場所だけ取って本とか読んでる人いるんですよ。なんでやっぱね、その辺から考えると、ね、今はね、まだ時間じゃないんじゃないかなっていうね、気がしますね。はい、ね、コンビニで買ってきたね、パン。これ今日の朝ごはんです。はい、少しずつね、軽くなってきました。ここからね、ちょっと暑い時間が来ると思うので、よいしょ、頑張りたいと思います。はい、もうね、すっかりね、明るくなってきました。こんな感じのね、ケトラ隊でやってました。でね、なんかすごくないですか、ケトラなんでね、水平になってるんですよね。こんな感じでね、ちょっとテトラが積まれてるなんですけども、めちゃくちゃ水平が出てるんですよ、これ。水平なんですよね。これすごいですよね。石積んでこんな水平になるっていうのがすごい技術ですね。種かい。はい、結局残念ながらですね、収まず頑張ったんですけども、当たりも全くなくって釣れませんでした。僕の周りでもですね、青物を狙って、軸とかですね、ルアー投げてる人たくさんいたんですけども、誰も釣れてなかったです。まあ、仕方ないですね。それではですね、本日もご視聴ありがとうございました。